フェイスレスはイギリスのエレクトロバンド1995年結成アッパーとダウナーを自在に行き来する壮大な世界観のエレクトロニックミュージックを発信しヨーロッパを代表するスタジアム級のダンスワクトとして世界的な人気を誇った加えて同時代からいち早くバンド編成のスタイルを導入したダンスワクトでもあり現在まで一貫して 活動の中心に据えられているライブ、そのパフォーマンスについても常に高い評価を得ていた。多種多様なアイデンティティが雑居するロンドンという世界都市を反映するように、そのサウンドにも百面相のごとき顔が覗く。アンビエントでサイケデリックな神秘的雰囲気が作品全体を覆うが、 時に、アグレッシブなシンセラインが失踪し、時にヒップホップやレゲエのアフログループが渦を巻く。デビュー作、レバレンスは150万枚を、続く。セカンドアルバム、サンデー午後8時も120万枚もの、特大セールスを記録。サードアルバム、アウトロースペクティブは、ベルギー1位、ノルウェーとオランダで2位を獲得した、他ヨーロッパ主要各国で、 のきなみトップ20以内の大ヒットとなった。以降もコンスタントにアルバムリリースを続け、最新作である2010年のシックスザダンスでも全英にベルギー1位を獲得するなど高い人気を維持し続けていた。一方で、現在までにカットされたシングルの総ーセールスも500万枚を突破する勢いであり、インソムニア、ゴッドイズ、ADJ、 サルバ・メアといった、レイブヒット、マス・デストラクション、リーズンズなどのラップナンバー、そして、ライブ・アンセム、ウィーカム・1など、実に、多くのヒット曲を生み出した。ブリッド・ポップ収束に伴い本国イギリスでは、ケミカル・ブラザーズらに代表される、ビッグ・ビートと、マッシブ・アタックらが牽引する、トリップ・ホップという二大ダンスミュージックが、流星していたが、フェイスレスは、 その両極端な音楽性をしかし同時に内包する音楽性で幅広いリスナーを獲得しており、さらにバンドスタイルのライブアクトとしてその宣伝をシーンに印象付けた存在でもある。ちなみに初来日は2004年の朝霧ジャムにて、2011年メンバーのマキシジャズが2012年のツアーをもってバンドを解散することを宣言し、2012年8月末の クロアチアスプリトでの公演を最後に解散した。ありがとうございます。